想做一个迷宫啊。好，这以后应该还会再遇到那一只，我要试看看打其他的部位。水晶的下面吗？找一个地方还没去，一个房间。水晶下面有一颗圆圆的球，刚好像不怎么看到。水晶下面应该就比较好打，因为它不会动。重点是它附近那几个那些部分。说是仓库，结果只有一个宝箱。仓库好歹也有放好几个宝箱在里面。
这应该是 BOSS 的门，只要走另外一边去。这一招真是非常之方便。不理你们，太弱智。一直在走错路。この先にボスがいるな。このままボスに挑もう。哦，跳跳龙又出现了。好像有换哦，而且还是换一点生钱。哎，没有砍到，可惜啊！至少不是空战就好打多。
調子が戻ってきたようだ。狂砍你的肚子。想飞飞不上去，因为龙把龙安排在这样的迷地下迷宫里面，实在非常不合适。哎，飞走了。还只用这一招吗？话说龙的肚子被他这样砍，他的肚子早就破掉了。哎哎哎哎，我跑到哪里去了？被压在下面啊，好，在这边。
欸，这次他砍的有点久。私もまだまだいけるな。こんなの楽勝よ。おめでとうです。倒したぞ。何かアイテムが手に入ったよ。何々。可是我尽量砍他的肚子，只是他会飞来飞去。鳥のレリーフが彫ってあるな。これで6つ目。6つのオーブが残っているダンジョンの鍵になるんじゃないのか。それって RPG でよくある展開だよな。てさすがだな。開かないわね。鍵がかかってるのかしら。そうね。あ、この扉6つ穴が開いてるわ。そうか、なるほどね。キリト、アスナ、オーブをはめてくれないか。ああ、わかった。こう？泳装军团。又是这一只，好歹怪也不一样吧。亚斯娜站在那边干嘛？睡着了。哎，其他两位还不过来帮忙打？那亚斯娜就在那边看。我什么时候才要醒来？哎，又来，该死的宝箱。来看他甜美的睡相。交给我的伙伴自己打了。妈的，这宝箱一直给我喷毒。
现在是好这边。他一直给我后退。啊！不理你们，这么难砍。话说，技能的熟练度练高会有什么变化吗？是那个打的速度会变快。新的怪哦，之前好像没看到这一只。攻击威力提升，攻击速度会不会也变快了？攻击速度好像跟技能熟练度没有关系。魔法施法会变快，先开哪一道？那先走哪边？
边。世界树的树枝，这迷宫包含了大部分种类的怪。每个房间的怪都不一样。哦，这次一定要打这个了。又要跑回去啊。
魂钢铁块，看到这个就是终于要换第四张地图了吧。この先にボスがいるのか。まだ誰にも倒されていないようだな。このままボスに挑もう。OK。哇，又要被吸了。会很难搞啊！哦，这是什么花枝？这一只看起来就是很强的样子。它的弱点是哪里啊？该不会是它上面的人？好大一只啊，看得都肚子饿了。鱿鱼，好，我应该先补防御了。哦，睡着了，睡着了。哇，近战砍好像不太容易砍得到。哦，砍，差一点。妈的，这完全没有砍到。只要锁定比较好瞄。嘿，没多久又合起来。又不要飞，我飞来飞去。哎，哦，砍到！啊，我不知道砍他下面。先离开。
抓到了。谁被打倒了？我怎么没看到？对对对对，哦有了。出现的什么东西？这一只蛇还蛮难打的，重点是很难瞄。终于瞄到了，瞄准他放这一招就好了。又给我合起来，哦，放屁也放屁。还好他的触手不会抓人。哇，剩一条啊。
可以耶。強力な一撃が来ます。かすり傷程度かな。大丈哎哎哎，我被他包起来了。哎，飞走了。快死了，快死了。欸，飞过头。OK。クエストクリア。やったね。私もまだまだいけるな。クリアね。やったぜ。俺たちが先にクエストを攻略したぞ。先を越されたか。スメラギか。悪いが、裏世界解放クエストは俺たちがクリアしたよ。今回は一歩及ばなかったが、だがこれはただの通過点。まだスバルトエリア攻略の途中だ。ここからは裏世界攻略が始まる。隐匿世界。つまりここからが後半戦だ。最後は俺たちシャムロックが必ず先に制覇してみせる。ああ、俺たちだって負けないぜ。なあスメラギ、俺たちの勝負とは関係ないんだが、セブンは最近元気か？どういうことだ。セブンのことについて
貴様に心を許した覚えはないぞ。いや、最近見てない気がして。あいつはまだ子供だから気張って無理をしてるんじゃないかってさ。貴様が気にすることじゃない、セブンは。あの子は貴様たちなどには到底考えつかないような、す貴様らのような下賤な者たちとは違うんだ。そんなわけあるかよ。まだ年下も行かないあの子は大人たちに揉まれながら必死に周囲の期待に応えようと努力してるんだろう。人並み外れた力を持つ神様みたいに扱うのはどうかと思うぜ。ふん、キリト、俺は貴様を認めている。だがシャムロックの活動のことについて貴様にとやかく言われる筋合いはない。あ、おい、スメラギ、待てよ。お兄ちゃん。俺もスメラギを認めてる。一度剣を交えたから分かる。すごく強くて攻略に真摯なプレイヤーだ。でもシャムロックとしてあの子はセブンを持ち上げて一体何がしたいんだ。スバルとアールブヘイムの裏世界。本当の戦いはここからってことだな。うん、くよくよしてる暇はないよ、お兄ちゃん。ああ、シャムロックに負けないためにも気合を入れ直さなきゃな。お、そうだ、表世界の攻略記念と裏世界の攻略頑張ろうぜって意味を込めてパーティーやらねえか。そうね、これまでみんなで頑張ってきたし、お祝いしましょう。賛成！パーティー楽しみ。それなら俺の店を使っていいぜ。よし、それじゃあ一度街に戻るぞ。宴会那一定有不少的事件会发生了。それでは僭越ながら私クラインが乾杯の音頭を取らせていただきます。スバルト・アールブヘイムの地に降り立ってからというもの、数々の困難を乗り越え。ちょっと、そんな話はどうでもいいから早く乾杯しましょうよ。ねえねえ、早くしないとお料理冷めちゃうよ。もう食べていいかな。え、ひって、わかったよ、すぐ乾杯するから。それでは皆さん、グラスを持って。乾杯！うわぁ、美味しそうな料理がいっぱいだ。どれから食べようかな。たくさんあるから遠慮しないで食えよ。アスナにも手伝ってもらったから味は折り紙付きだ。レイン？キリト君、なんでそんな隅の方にいるんだ。いや、皆さんで和気あいあいとしてるところを邪魔しちゃ悪いかなと思ったのですよ。そんなことないさ、ボスを倒せたのだってレインの助力あってのことなんだからさ。またまた、褒めても何も出ないよ。レインちゃん、私たちが言ってることは本心だよ。あなたがいてくれて助かったわ。一緒にクエスト攻略してくれてありがとう。アスナちゃん、こちらこそありがとう。太客套了吧。レインもみんなの輪に加わることができたんだよな。最初はどうなるかと思ったけど、仲良くなれてよかった。ヤッホー、盛り上がってるね。ついに裏世界に挑戦できるな、楽しみだよ。我以为他会把刚那只鱿鱼烤来吃。リーファはスバルトエリア攻略後はどうするつもりなんだ。とりあえずシルフ寮のスイルベーンに戻ろうかなって思ってるんだ。そうか、よかった。このままレネゲイドになってしまうのではないかと思っていたんだ。レネゲイド？レネゲイドっていうのは自分が所属する種族の領地を捨てたプレイヤーのことだよ。
普通は同じ種族同士でパーティーを組んで他種族と競いながら攻略していくんだけど、レネゲイドは他種族でパーティーを組んで ALO を攻略しているんだ。そうなのか。実力を買われて他の種族の兵士として雇われているプレイヤーもいるんだよ。ああ、そこで提案なのだが。え？よらえ。ちょっと、サクヤさん、アリシャさん、くっつきすぎですよ。君の戦い方、戦闘能力、そして勇気は本当に素晴らしい。そこで私としてはスバルトエリアの攻略が終わったらシルフ領の兵士として君を雇いたいと思っているんだよ。シルフ領ですか。ケットシーの兵士になれば三食おやつに昼寝付きだよ。キリトさんはお昼寝大好きですよね。これは好待遇なのではないでしょうか。我在想这游戏会不会到后面又出一个什么加强版。そうね、いつでもどこでも居眠りしそうだもの。他の寮の兵士になってもクビになるんじゃないかしら。ひどい言われようだな。あと何と言っても猫耳の可愛い女の子がたくさんいるよ。ね、猫耳。あ、さっきリーファが言ってたようにどこかの種族につかなくってもいいんだよね。スプリガンってトレジャーハントが得意じゃない。だったらトレジャーハンターとして私とペアを組むっていうのもありだと思うよ。私と組んだら武器選び放題、使いたい放題よ。それなら私もキリト君に協力できるよ。特殊効果付きの武器の作成なら任せてよ。私と組んだ方が攻略は楽しいと思うよ。だって強い上に可愛いもん。背後から冷たい視線が。根本就是一个挖角大会，不是庆祝的宴会。ハスナ、両腕を拘束されてて後ろを振り向けないけど、ものすごくこっちを睨んでいるのは背中越しに伝わってくる。まずい、この状況から一刻も早く脱却せねば。サクヤさん、アリシャさん、悪いんだけど俺はどこにも所属する気はないんだ。もともとソロプレイヤーだし、組織に所属するのとかは苦手でさ。それに気の置けない仲間とワイワイやりながら攻略する方が性に合ってるんだ。ふん、そうか。とても残念だが。うん、無理強いは良くないよね。やっと離れてくれた。ま、気が変わったらいつでも言ってくれ。こっちも大歓迎だよ。あ、はい。お、俺はどこへでも行きますよ。漁師様のお役に立てるなら喜んで。さーて、パーティー再開しようかしら。超可憐、又被忽略。皆さん聞いてます？残念ね、誰も聞いてないみたいよ。さーて、私も料理食べに行こうっと。そんな今日も平和だな。ん？誰か来たみたいだ。今日は貸し切りにしているはずなんだが。プリビエイト、キリト君、それにみんな。あ、セブン、どうしたんだ。あなたに一言言いたかったのよ。表世界の攻略おめでとう。そしてよくもショムロックを任せてくれたわねって。あれ、その子は誰。ああ、こいつはレイン。前に話したことあるだろ。お前に会いたくてシャムロックに入隊しようとしたやつだよ。ん？ああ、あの話ね。
はい、そうです。でも嘘をついてシャムロックに入ろうだなんてダメよ。いくらゲーム中のギルドとは言っても、それがバレた時に周囲がどう考えるかちゃんと考えなきゃ。ごめんなさいセブン、私これから気をつけるね。うん、わかればいいの。じゃあ私に何をしてほしいのかしら。歌を歌ってあげればいい、それともサインでも書けばいいの。あ、ううん、元気そうなあなたの顔を見られただけで私なんだか安心しちゃった。感觉他们两个好像有什么关系。あらら、キリト君以上にアイドルとして張り合いのない相手ね。まあいいわ、じゃあせめて握手くらいしましょう。うん。それから俺たちは仲良く談笑を交わした。しばらくしてエギルの店から一人出ていくシノを見た。シノ、まだレインのことを許せないのか。キリト、そんなことはないわ。前にみんなとも約束したしね。でもあの子なんかそこが見えないのよ。キリトが言うように悪い子じゃないのは理解できる。でも腹の中で何かを抱えている気がする。それを必死に隠して取り繕って笑顔を見せてる。だから完全には信用しきれないと。まあそんなところね。でもそれを言うならお前も同じじゃないのか。え？気に触ったのなら謝る。これはただの気のせいかもしれない。でも俺もお前がレインに抱いているような感覚を持ったことがあるんだ。キリト。でもシノンはいいやつだ。それは俺だけじゃなくみんなわかってる。だから俺はシノンが何も言わなくてもお前のことを信用するし信頼する。又来偷情了。なるほど。私はレインのこと自分に似てたからこそ認められなかったってわけね。無意識のうちに自分と照らし合わせちゃって、それであの子が何かを抱えていると察してしまった。キリト、あんたにはかなわないわよ本当にね。いや、俺はシノもレインも今では大事な仲間だって思ってるからさ。分かった、私もあの子のこと信じるわ。ああ、頼む。その後エギルの店に戻るとセブンはすでに立ち去った後だった。俺はスメラギとの一件で気になったことをセブンには聞けずじまいだった。